はいじゃあそれではホワイトボードを移してくださいはいじゃあそれではですね続きましてお手元テキストを開いてください早速ですねこちら成功事例分析の事例の1ですねちょっと見ていきましょうまずは括弧の1問題編となりますで問題編はこちら見ていただきますと成功事例のまず1とそして 成功事例の2と3は一緒になっておりますのでこちらね合わせて解いていただきたいと思います。でそしてて答欄見てくださいかなりり文字数ありますよね3つ合わせて今回回答していただく際にかなり文字数ありますのでまず皆さんですね制限時間今回は30分間。 30分間測っていきたいと思いますのでぜひねしっかりと30分間の時間をかけてこちらの回答欄 ① ② ③ をしっかりととですすね埋めていいいたただきたいと思いますでそして回答が終わりましたら回答が終わりましたらこちら再度ね解説の方あの解説講義の方ですね視聴いただきましてしっかりとインプットを進めていただければと思いますのでまずしっかりと回答を進めてください。 はいじゃあ回答したという前提でいきましょう回答したという前提で最初から進めていきますとまずですねホワイトボードに重要なポイントは丸丸 ① 丸 ③ という風に抜き出してありますので一緒にですね段落確認しながら成功事例の1から進めていきますよはいじゃあ行きましょうねまずは A 社の成功事例こちらですね最初の成功事例の丸 ① 見ていきましょう A 社は 王権にありこれ一段落目ですね王権にあり従業員55名資本金1000万円の食品充填機の製造・販売を行っているとこういうね企業さんですね。でそしてずっと見ていきますとまずは下請けだったんです先代社長の頃は大手企業の金属加工の下請けをしていたが2代目の現社長が就任後。 ソースやクリームきな粉等の食品を容器に定量詰めする小型の食品充填機,機,、ね、機を開発することによりどうしたのか取引先がコンビニの食品工場や中小食品メーカー等に広がってきたさあここを2段階型の中小化で中小化していくとどういう知識につながりますか こことても大切ですこれどうですかこれはこれですよね下請け依存からの脱却につながった方はかなり勉強が進んでいるかなと思いますまずしっかりと今読んだ予見文章の内容を2段階型の抽象化でさらに抽象化した場合に予見文章の抽象化ってそうですねその時にどういう風な知識 まあ知識を含めたキーワードにこう抽象化できるかっていうのを是非ね今回の演習の中で考えていただきたいこれが具体・抽象・具体のプロセスの中でレベルの高い問題が出た時にうまくねしっかりと対応することができる、まあ、そういうね皆さんのスキルにつながってきますんで是非ねここはお願いしたいなと思います。だだかかからららら今こちののの文章を読んんで下下けけ依依存存脱脱却却もしくは下請け依存型経営からの脱却な,んだな ということが読み取れた方は勉強進んでるかなと思いますそしてちょっとね申し遅れましたが今回は成功要因というふうにありますんで要因ということは因果関係をしっかりと考えて回答しましょうだからできればまとめるときに結果ではなくて要因ねこちら因果関係で言うと かかのの部部分分ではななくて因の部分を中心にやっぱり回答した方がが点数上がるかなと思例まばまこういうねイメージで回答していただきますと例えば過去に事例の1の問題の場合には成功要因について要因っていった形で出る場合が非常にね多かった年もありましたので是非ねそこは要因ときたならばあ因果関係で因の部分をしっかりと考えていかなきゃいけないんだなとまずここね念頭に置いといてください。 ちゃんと書いてありますね A 社の成功要因をとねこの実数制限内にまとめていく問題ですからそこはぜひ、ね、しっかりとインプットしていただきたいと。じゃあ行きましょう続けていきますねまずこちら下請けが広がってきたそして2段落目見ていきましょう従来取引先では手作業で商品を少量ずつこの充填するねあの作業を行っていたと でこれ昔そうだったんですね、取引先で,で。そこで、そのような中で現社長自身が食品工場で食品の重点業務を担当していたね担当していた経験を生かす、さあ、これなんですか、リソースの中では、ノウハウですね、経験を生かす、だからこれ、強みじゃないですか。 成功要因っていうことは SWOT 分析の中で強みをちゃんとまとめていくっていう形になりますので社長さんのノウハウで社長さんはじゃあ何をしたのかっていうとここなんですよ。次のところをちょっと見ていただくと食品重点業務において取引先の生産性を向上してもらおうというね、まあ、理念というか考え方ですねその社長さんの考え方が出てましてそれで開発したっていうことはそもそも面倒くさかったわけですよ。 取引先では手で一生懸命ねちばちば詰めていたとでそれをどうしたのかっていうと自分も経験してそう思っていてじゃあそれを便利にしていこうっていうのを考えていったのが二段落目これノウハウ資源ですねリソースながらそしてさらに取引先は A 社の製品を導入することで今まで手作業で行っていた食品充填業務を食品充填機で行うようになり 現場の作業負担を軽減し生産性向上につながったわけですつなげている。ということはこれは一つ今のキーワードここにつながりますね潜在的ニーズこれをしっかりと把握したっていうのが強い、まあ、あの強みになるかなとはい強みですね潜在的ニーズの把握この辺に抽象化できたら非常にいいかなと思いますはいじゃあ続いていきましょう続いての内容がこちらですね 現社長は社長就任後8年間かけてこれすごいですね売り上げを3億から11億とも3倍以上じゃないですかもう約4倍ですね34の12ぐらいですからねそうすると従業員数は10人から55人へと企業を成長させたこれ非常にですねまあ本当にそれはなぜうまくいったのかっていうところを考えていきますとこの潜在ニーズ。 潜在的な、まあ、取引先のニーズそれででも結構ですこれをちゃんと汲み取って開発したっていうのが大きいとはいじゃあ続いていきましょう続いてですね4段落見えていきます4段落見えていきますとさあ組織的な内容になりましたね。 今までの内容は戦略的な内容というのが非常に多いそして組織的な内容現社長は A 社に入社した頃社内コミュニケーションが不十分でここは弱みですね互いに理解し合えないまま思い込みで仕事をしていると感じたことがありと、まあ、非常によろしくないです、ね、弱みとして考えてください。そそしてははいその当時から経営人は 従業員と時間を取ってこちらですね話をして信頼関係を作ることが必要だと考えていたこれどうでしょうこれ皆さんどうですかここ私強みにしましたなんで強みなのかっていうと認識しているって大事なんですよまず認識していないっていう会社もありますこういうねあのすごくなんか思い込みで仕事をしていた感じていた感じていないっていうのが一番まずいじゃないですかねでその次に感じているけど改善がうまくいかない改善を出せない なららばばそこに感じてていいるるならば認識しているので改善案を出すっていうとところのの段取りになななるかなとなので一番まずいのは感じていないとか認識していないとかまずいので皆さんが例えばコンサルする時にも分かってないなーっていうところを分からせるっていう方が難しいんですよだから分かっているけどできていないところを改善するならばじゃあここは分かっているから私は強みとしてここ引きましたその当時から経営陣はって言ったところですね。でここはもう強みとしてて考えていた でそしてまあ A 社の社長就任後従業員の意識面での能力向上を促すためさあここですねここは使いましたね経営陣と従業員のコミュニケーションを通じた人材育成だコミュニケーション、はい、バーナードさん思い出してください後ろの抽象化ブロックシートにもあります、ね。まずはコミュニケーション。 意思伝達でも結構でですすすここれがが大切ですよねっってていうところにつながってきますでそこがコミュニケーションの円滑化というキーワードにもつながってきますのでしっかり皆さんねあの考えていただきたいとそれがちょうど5段落目にはありますね社内コミュニケーションの円滑化を図りって真ん中ら辺ありますね5段落目の。でチーム力やモチベーションを高めているチーム皆さんですね企業系理論で学習すると思うんですけどそのチーム ありますよねグループとかチームの中のチーム。でそのチームって言った時にすごく大事なのがやっぱコミュニケーション力っていうのは大事ですよ。ね。 チームっていうのはまあいろんなプロジェクトチームとかまたね名前を変えていろんな形式で出てくるんですがそういった時にはいろんな部署からいろんな部署からさまざまな技能を持った人たちが集まるのでまずはコミュニケーションしっかりしてすり合わせをするっていうことが大切ですよっていうのがチームの原則になりますだから今回のこちらチームって言ったところは皆さんねちょっと注意していただきたい。チーームで何何かかを行行うううううっっってててていいいほほどどここのコミュニケーションはととも大切になるっていうことを インプットしていただきたいこの辺は事例の1の傾向としてとても重要な内容で過去にもまあそういったところが出てきておりますはいじゃあ続いていきましょう従業員の意識面でも能力向上意識面での能力向上の機会を与えた非常に大事ですねここの部分が大事かなとでそれぞれ続いて6段落目見てください部署を立ち上げたとかで成果はいここは結果ですよねこのような取り組みの成果としてモチベーションが向上し でそしてどうなったのかというと会社のことを自分事よくですね私も研修で、まあ、この自分事とっていう言葉を使いますね。 まあ会社がじゃなくて自分事として物事を考えましょうなんてところはよく研修でも私ね、あのー、特にマネジメント研修とかまあ5年目ぐらいの研修、まあ、最近はね1年目の研修でもこういう言葉出てきますが、まあ、この言葉よく使われます皆さんもねあの企業研修受けた時に聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど自分事ととして考えて行動するようになったから提案力営業力が向上しているでもここは結果なので結果なのでどちらかというとこのコミュニケーションのあたりを強化した方がいいのかな。 まあ、強化っていうか、コミュニケーションの円滑化あたりを記述した方がいいんじゃないかなと思います。そして忘れちゃいけないのが、新製品開発、新市場開発っていうのを行いましたよね。新製品を開発した食品、重点業務においての、こういう、まあ機械ですよね。で、ここをちゃんとしっかりと作ったからこそ、新しい市場にも行けましたよといったところになります。はい、じゃあ回答のをちょっと見ていきましょう。まずは。 セコジ丸1のところですねまず潜在ニーズを把握これは書いていただきたいです必ず書いていただきたいで新商品を開発しだからまずキーワードとして新製品また新商品あごめんなさい新製品を開発ですね新製品開発というキーワードは必ず書いていただきたいそしていきましょう新規の取引先を開拓するこれはまあ予見の内容に対してちょっと柔らかく噛み砕いた内容で知識の軸としては新市場開発です だからこの辺がポイントで皆さんの中では具体抽象具体今度は抽象から具体ですよね回答欄書いていく回答欄書いていくときにポイントになるのはここは知識の軸なんですよ軸として考えていただきたいんですけれども回答として言葉をしっかりと書いていくときには予見文章を使ってある程度噛み砕いて書いていっても全然オッケーですよろしいでしょうか ただ予見本ポンって持ってくるんじゃないです。軸を作ってからその軸に合うように予見文章を活用していくっていうところがとても大切です。ここよろしいでしょうか。これすごい大切で文章を作る。予見から具体から具体に持ってくるんじゃなくて一旦抽象化してこれらのキーワードは入れなきゃいけないよねっていうところを考えた上で書いていった方が軸しっかりしますし抜け漏れが。 なくなるというところに繋がりますからちゃんとここはあ行ったんだなっていうのを考えてから予見に合わせて書いていく予見の言葉うまく使ってまあ、ちょっと噛み砕くというか柔らかくというかねそういうふうに書いていただければと思いますはいで続いていきましょうこちらこれですね下請け依存からの脱却ここ大事ですやっぱり付加価値を上げていく という時には下請けを一生懸命やっててもなかなか難しいと言われているので、やっぱりそこから脱却して自社が何かね。潜在顧客のニーズを汲み取って、そこに対してすごく良かったよ。とね。あの、便利さ、利便性を享受する。そういった製品を作っていくっていうことが大切になります。はいまあ、そんなところがありまして、まずは丸1。そして丸2いきましょう。 現社長が今度は組織的な内容ですね社内コミュニケーション不足を認識し会議を通じて経営陣と従業員や従業員同士のコミュニケーションの円滑化を図るとこうなってますさあこの辺は予見文章のところなんですけど軸となる知識はここですコミュニケーションの円滑化これやっぱり触れてあげないと難しいですよね。 はい、でそして最終的には従業員の意識面での能力向上を機会も与えているから与えているから結果としてはこちら、モチベーションが向上したわけじゃないですかあとはこちら、提案力や営業力も営業力が向上していったという結果、最終的に7段落目の内容につながってくるのかなと思います。 はい、よろしいでしょうかね。まあ、そんなところが、まずは成功事例の丸1となります。さあ、丸2。いきましょう。丸2と丸3は一緒ですので、まずこちら見ながらね。確認していきたいと思うんですが、まず行きましょうね。時系列ちゃんと分けて考えてください。第二次世界大戦までの第二次世界大戦以降のという風になってますので、まず一段落目いきましょう。これ石鹸の技術。 ですね、洗濯石鹸の技術を活用し化粧石鹸の製造に乗り出し現在の事業の礎を築いたこれ有名な会社です実際にだからちょっとねこういった会社も出てくる可能性高いよっていうことをちょっとインプットしつついきましょう続いて2段落目2段落目は時系列としてちょうど回答欄2にかかるところになりますんで見ていきましょう。まずは日本経済第一次 対戦ね、第一に対戦に伴う対戦景気に沸いていた主戦,場に主戦場となった欧州の企業による 対外事業活動が縮小する中ということはこれ 3C の中で考えていくとコンペティターですね競合競合のことについてちゃんとかけるかといったところになります、こちらの中でね技術活用、新製品開発そして戦略のところでちょっと最初に回答を見ていきますとこちらですね回答の中で見ていくと競合企業は市場環境の変化この辺ですね競合のことについて触れているかさあここをしっかりと皆さんねあのこの部分でピックアップできたかっていうのを確認してみてください。 はいじゃあ行きましょう続いてですねこちらの内容行きましょうまずですねこの A 社はコスト競争力を生かして輸出を開始しただか,かなり迅速に対応してますよね。こう対戦契機にはいって競合が弱いなと思ったらもう一気に進めていくそして中国をはじめ東南アジアインドア,アフリカ中南米の石鹸市場開拓だからこれは中小化していくと新市場開発になるかなと。さ 新製品開発とあとは新規市場の開発ねもしくは新市場開発どちらでも結構ですはいこういったところをちゃんと抽象化して考えるあと技術をどう活用するかで続いていきましょうこちらの中で見ていきますと主に中国向けに発売した販売した化粧石鹸 S はと書いてありますねでまあ大ヒットなんです例社のブランドを隔離するきっかけとなったっていうのがとても大切ですはいででここまでが 不況期乗り切ったといったところで第2段落までのところが何かというとこちら回答欄丸2になりますじゃあ丸2見ていきましょう丸2内容を見ていきますと選択設計の技術を活用まあここで考えるのは技術的なシナジーっていう風に書いていただいても結構ですよ。技術を活用するっていうことなんでここは一種の何らかシナジーが働いたのかなと。そうですね。 もともと持っている技術を活用していきましたという形になりますさあそして今回ははい新製品の化粧石鹸を開発してだから軸となるのは新製品開発ですこう書いてもいいですだけど時数の許す範囲内の中で予見文書を使って噛み砕いていくっていうのもテクニックです今度は抽象から具体ですねこれ今抽象ですからはいでそういった形で書いていただいてブランドの確立のきっかけを作ったこれが一。そしてにいきましょう 競合企業は市場環境の変化へ迅速に対応しコスト競争量、この辺に書いていただきたいですね。海外市場開拓、海外市場開拓っていうのは新市場の開発です、まあ、開拓でも結構です、まあ、いろんな戦略論の言葉でどちらでも OK です、開発でも開拓でも OK です、ただ抽象化された知識に対してしっかりと予見文書を使って噛み砕いて書いていますね、こちらの回答ね。でそしてさらにコスト ああごめんんなさい続い続て海外を取り込んだでその中で重要になってくるのがこの丸の中で先ほど申し上げたんですけど競合企業や競合企業や市場環境の変化迅速に対応ここなんですね。 でも迅速に対応する環境変化に迅速に対応するっていうのは戦略論ではとても大切な内容ですからそこをちゃんと分かってますよっていうふうに書くことが特に試験員理論のプロである試験員に対するまあ皆さんの回答を書く際のまあ有料なというかね良好なアプローチになるのかなと思いますはいじゃあ続いていきましょう今度はこちらですね成功事例の3いくので後半読んでいきます三段落目第二次世界大戦以降はと書いてあります 第二次世界大戦下での空襲により全焼、まあ、したって厳しいですねこういう状態の会社って結構ありますでもそこからこうなんていうのかな復興していったそういう強さっていうのがですねこういう残ってる企業っていうのはあります。 で見ていきますとまずは A、石鹸製造所として再始動し日本経済が復興して家計消費が拡大した昭和30年代頃から拡大した、さうまいですね、この企業はそうまいです需要をちゃんとキャッチアップして取り込んんででいくんですね獲得するため工場設備に一新を行うとともに全国に販売部を持つ代理店との契約など販路開拓に 取り組んでいったまずは販路開拓っていうのが出てきますね。で、その時に大事なのが経営環境の変化に対応したこの設備投資を行っているといったところをちゃんとまず抽象化して考えなければいけないお行っているね環境に対してちゃんと合わせていく適合していくこれがこの企業のやっぱ強みだなといったところを読み取っていただきつついきましょう特に、はい、量販店市場の開拓は石鹸メーカーの中では A 社が 他者に先駆けて最も早く取り組んだとされているここは抽象化してこのキーワードでも結構です先発優位二次試験にも出てますよねこれ下本勉強した方はね先発優位性とか先発優位っていうのはとても大切です要は競合に対して先にねあのそのマーケットに対してアプローチをしていくこれは大切ですのでこのキーワード皆さん覚えておいてくださいね。で続いていきましょう4段落目 A 社は昭和40年代から50年代にかけて、まあ、この年々高効率だからちゃんとねいい設備投資してるんですね設備投資に切り替えていったが昭和57年には当時の最先端設備である、まあ、こういったものを備えた本社、ね、社屋を新設したでこの会社はコスト競争力っていうのを生かしますよね。 一どのくらいの後マーケットにね競合がいるのかっていうのはこの文章では読み取れないんですけどまあコストリーダーダシップを取っていいこうう気じゃあコストリーダーシップを取るためにはどうしたらいいのかっていいますとまあ明確には言えないですよリーダーじゃないリーダーかどうかっていうのは分かんないですからねだからリーダーシップで言い切っちゃうのはあれだけど難しいんですけれどもやっぱりコスト競争力を生かすためには最新の設備っていうのを入れていかなきゃいけないっていうのがこれが課題になるんですよ。 でこのような皆さん企業経理論一次試験で学習した時にコストリーダーシップを行う時にやっぱり留意しなきゃいけない点とかで出てくるのがやっぱり最新設備に切り替えていってどん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 やっぱ効率化を図っていく自動化とかねこれがずっと進めていかないといけない気を抜いちゃいけないですよというところがコストリーダーシップを維持する際のまあ留意点とか注意点としてまあ述べられてる本が結構多いかなと思いますすそのよようしっっかりととと皆さんんんえてていいただだくとここはちゃゃねやってるんですよねやるでで先発言だけじゃないです。 でこうした設備に加え設備投資に加え生活の生活スタイル要はこちらですね顧客のライフスタイルこういったところをちゃんと考えているすなわちドメインの中の C ですね標的顧客のニーズっていうのをしっかりと把握するために把握するために何をしているのかっていうとここ。 リソース、部署を設置するっていうことは、リソースの部分をさらに強化しているって言ったところ。設備投資だけじゃなくて、部署をちゃんと設置してるっていうことは。ここに対して強化をしているって言ったところにつながってきます。はい、これね、しっかりしてるんですね。皆様書いていただきたい設備資源と言ったところ、強化しているのは。何も設備投資だけじゃなくて、専門の部署を設置することも設備投資になりますよね。 はいじゃあ続いていきましょうそして4段落目のところをずっと読んでいただきましてこのデザイン室とかであとはずっと見ていくとクリエイティブオフィスこれ開発力っていうのを強めていきましょうという話になってきてはい続いて4段落目から5段落目のところを見ていくと A 社ではさあいきましょうコストリーダーシップを狙ってますよね頑張ってもちろんこれだけだとね狙えないかもしれないんですけれども頑張っているとでそこの中で機械化自動化 機械化自動化よりコストかからないです人件費とかでもう一つが何かというとそれによってどうしているのかというと従業員に専門知識や経験がない場合でも作業ができるっていうことは低コストの人件費であの製造ができるというところに繋がってきますよね熟練技能者だけでやっていくっていうとコスト上がりますからその辺すごく大きいですねだから設備投資が大事とコストリーダーシップでは設備投資が大事というところに繋がってくるんです。 熟練技能工じゃないとできないということは一つのものを作るときに変動費がやっぱ上がりますからするとコストリーダーシップ的には難しくなってくると、ね、それなりに人件費がもしね固定であの発生するなら固定費も上がるわけじゃないですか、はい、こういったところになりますね、まあ、変動費っていうのはあの労務費的なところでもしね熟練技能工がね採用されてる場合には変動費で従業員的なところで採用されてるんだったらもちろんね本当にに何か管理も行ったりする熟練技能工とかだったらこれは コストが結構固定費でかかるのかななんてところを考えていただいてそしてこれと合わせ従業員の出勤日出勤時間を柔軟化させることによってこれはワークライフバランスですねちゃんとそこを整えていますよとさあこの辺をちょっと加味しながら見ていきますと成功事例の丸三丸一見てくださいここよろしいですね丸一は,はい需要拡大に対して積極的なやっぱり設備投資まあこれをあの環境変化に対応した設備投資を積極的っていうふうに強化しています。 で他者に先駆けて、はい、先発優位、ねまあ、って書いていただいても結構ですが噛み砕いていくとこういった形、ね、先駆けて量販店などへの販路観客に取り組んだそして丸にいきましょう最新設備への積極的な投資により機械化自動化を図る自動化を図ってこちらの作業員あ従業員の作業負荷の軽減これは2次のそうです、ね、事例の3でも使えそうですね作業負荷を軽減させるとともに柔軟な勤務体験。 だから誰でもできるわけです誰でもできるっていうことは熟練技能工じゃなくてもできるっていうことなのでなのでこれは非常に有利ですね新卒で採用した人もここに配置すればできるっていう形になれば別に熟練技能工みたいな人がまあ、ね、熟練技能工とは書いてないんですけどキャリアの高い人ねキャリアがすごくまあずっと積んできてる人が休んでもフォローできるっていうところに持っていくのが大事組織としてはねでさらに見ていきますとこちら丸さん。 顧客のライフスタイルに即した商品の開発を高めるため開発力を高めるため専門の部署リソースの資源ですねリソースの中でいうと設備資源をさらに強化しましたよっていったところが欠けていれば成功要因としていいんじゃないかなと思いますさあ皆さんこちらいかがでしょうかねまずはしっかりとねあのできなかったっていう方は復習をしていただきたいと思いますはいじゃあそれではですねホワイトボードを切り替えていきますのでこちらしっかりと映してくださいよろしくお願いします